人が少ない。何がいけないんだろう。みんな空がき。ああ、ちょっと聞いてよクライブ。料理に失敗しちゃったの。珍しいな。料理長のあんたが失敗だなんて。何かあったのか。ほら、前にイヴァンが魔物の煮込みシチューを作ったでしょ。あれが意外なまでに好評でね。それで今度は私にもヴァリスゼア食機構の料理を作ってほしいってうるさくって。仕方なく本を見てその中の一品を作ってみたんだけど、これが硬いしまずいし最悪の出来でさ。あれは普通の料理をまとめた本じゃない。そう簡単にはいかないさ。でもこのままじゃ料理長として引き下がれないわ。ねえクライブ、私に手を貸してくれない？わかった。仕方ない。みんなが喜ぶなら手伝おう。それで今回は何を作っていたんだ？トビトカゲの揚げ肝っていう料理よ。要は魔物の肝の揚げ物ね。食材はトビトカゲの肝とドラゴンの薬草なんだけど、そんなの聞いたこともないでしょ。だからそれらしい食材を使ってみたけど大失敗で。確か前の料理では食材は古い言い回しで書かれていた。今回もそうなのかもしれない。やっぱりそうよね。本に書かれてるような味じゃなかったもの。古い言い回しか。そうだ、もしかしてショコの語り部なら何かわかるんじゃない？ああ、聞いてみた方が良さそうだ。食材の正体がわかったらそのまま探してこよう。あら、それは助かるわ。よろしくねクライブ。ハルポクラテス、あんたの知恵を貸してほしい。ヴァリスゼア食機構という本に書かれた食材についてだ。もちろん構わん。あの本はわしの愛読書の一つだからな。さては、古風な今しに難儀しておるのだろう。知りたいのはどの食材だね？トビトカゲの肝とドラゴンの薬草、揚げ物の料理に使うらしい。ほう、トビトカゲの揚げ肝か。ザンブレクの一地方に伝わる古い料理だ。その食材、まずトビトカゲの肝とはワイバーンの肝のことを指す。ワイバーン、あれがトビトカゲなのか。ザンブレクは古くから召喚獣バハムートを擁している。それに比べればあらゆる竜はトカゲと変わらぬよ。海辺で育つワイバーンの肝が一番と聞く。青い体表をした種を探してみるといい。わかった。ではドラゴンの薬草の方は？そちらノースリーチ北の海岸に自生するセイントボンネットの古い呼び名だ。山吹色の花を咲かせる香りの強い薬草でな。こちらも海沿いを探せば見つかるはず。あの辺りであれば二つの食材を集めるのにちょうどいい場所かもしれん。助かったよ。これで食材を調達できそうだ。健闘を祈るぞクライブ。料理ができたらぜひわしにも食べさせておくれ。
夢みたいだ。またみんなで出かけられるなんて。のんきなこと言ってる場合か。ガブたちを助けに行くんだぞ。ごめん兄さん、分かってるよ。まずは僕の従者と合流しよう。カンベルの状況も少しは分かるかもしれない。恐ろしい魔物が出たんだろう。また魔物が出ても俺たちが…魔物は深追いするなよ。ありがとう。食材が手に入るのはこの辺りか。探してみよう。ジンゲニールワイバーンと山吹色の花の薬草。なんとか肝は手に入ったか。次はセイントボンネットだな。山吹色の花か。これで食材は揃った。隠れ家のモリーに渡そう。
は人が少ないわね。みんな。おかえりクライブ。食材の方は見つかった？ああ、二つとも揃えてきた。ハルポクラテスのおかげでなんとかなったよ。へえ、これが。それでこの食材って結局何だったの？トビトカゲの肝とはワイバーンの肝。ドラゴンの薬草はセイントボンネットという薬草だった。ワイバーン？トビトカゲがあんな大きい魔物だなんて思わないわよ。でもどんな味なのかはちょっと興味あるわね。食材が正しいなら今度こそうまくいくはず。早速調理してみるから待っててちょうだい。はい、完成。魔物レバーのフリットよ。試食はイヴァンがお願いね。そもそもあんたがしつこく頼んできたんだから。ええ、望むところです。それにしてもなんて美味しそうなんだ。いただきます。うっ、え、また失敗？これがワイバーンの肝。外はサクサク、中はふわふわ。濃厚な食感とともに薬草の爽やかな香りが駆け抜けていく。この味わいに乗れば遥か彼方までジャンプできそうだ。今の僕は空を制した竜騎士です。成功したみたいじゃないか。もうヒヤヒヤしたわよ。でもこれなら安心して出せそうね。はい、これも絶対に人気料理になりますよ。僕が保証します。でも人気が出たらワイバーンをたくさん倒さなきゃ。その時はまたお願いしますね、シド。ああ、またいつかな。シドじゃない、ちょうどよかった。聞いてくれる？どうしたんだシャーリー、何かあったのか？実はね、大事な天秤がなくなっちゃったの。ミドが作ってくれたものなんだけど、学ぶのに使えそうだからって子供たちに預けてたのよ。そしたらいつの間にか見当たらなくなってて、あの子たちは知らないって言い張るんだけど、何か隠してるようにしか見えないのよね。ねえシド、何とかして子供たちから天秤について聞き出してくれない？それくらいなら構わないさ。助かるわ。あなたにならきっと正直に話してくれるはず。ミドがくれた大事な天秤だもの。もしあの子たちがなくしてたならしっかり注意しなきゃ。この時間なら子供たちはアトリウムにいるはずよ。それじゃあよろしくね。こんな空おかしいわよ。